はい、皆さんこんにちは、カリアです。今週のドラゴンズですね、今回もやっていきたいと思います。はい、まずはですね、6月22日火曜日、バンテリンドーム名古屋での阪神戦でございますけれども、はい、負けましたね。大野選手が2回に2失点、梅野選手と糸原選手の連続タイムリーで2失点、その前に、ね、佐藤輝明選手にね、はい、あわやホームランというね、ベースを打たれてというところで、そこからね、2失点というところで、ちょっとそこが残念ですね。はい、もう大野選手で本当に勝てないとなかなか今のドラゴンズで勝てないので、ちょっとね、そこはなんとか先に点を取られるっていうのは、ちょっといただけないかなと。まあね、今の本当にドラゴンズのエースといえば大野さんですからね、はい、そこはちょっと頑張ってほしかったですね。まあ、先発が大野選手と、阪神が青柳選手というところだったんですが、ドラゴンズは青柳選手の前に結局、1点のみで、残念ながら、追いつくことができず、そのまま敗戦というところで、ですね、まあ、相変わらず打線が打てないのもそうなんですけれども、今まで頑張ってくれたピッチャーがね、粘りきれずに負けちゃうっていうのが最近のドラゴンズの、よくある負けパターンなので、で先発投手が頑張ってる間に先に点を取ってあげてほしいなっていうのが本当に、思います。勇敢にいた瞬間へ一打にかける思い見せろ放て頼むぞなお道。はい、ということですね、6月23日水曜日、阪神戦ですね、カード2戦目ですけれども、はい、福谷選手アルカンタラ選手の先発で始まりまして、結果が6対2で勝利。まあ、その前の日の試合がね、1対2で、まあ、残念ながら敗戦という形だったんですけども、はい、なんとかね、勝ち試合というところがひとまずほっとしたところですね。はい、で、まあ、福谷選手はね、2失点追いつかれてしまったものの、7回にですね、ビシエド選手の、フォアボールで押し出し、それから、ドノウェ直光選手の、タイムリーで、4点追加して6対2で勝利。はい、そうですね、こういう効果的な、ね、試合が本当にできればいいなというところですけれども、なかなかね、いい時はいいんですけど、悪い時は本当に打線がつながらないので、そこをなんとかねっていうところなんですが、もう本当にね、直光選手ね、まあ、よく坂本選手とね、巨人の坂本選手と比べられること多いですけど、本当にね、ベテランになってき、まあ、もうそろそろベテランの域になってきてますけど、なんだかんだいぶし銀というかね、いい活躍してますよね。はい、最近はね、まあ、京田選手がね、ショートのね、守りにスタメンでつくことが多かったので、なかなかね、一軍での出番っていうのがなかったんですけど、やっと今年ね、今3割近く打ってますから、まあ、それを考えるとね、今年は本当に頑張ってるかなと思いますし、ね、今までお指がかからなかった中でもね、本当にしっかり結果を残してるっていうのはすごいですね。はい、まあ、確かに坂本選手と比べるとっていうのはあるのかもしれないですけど、ドラゴンズファンとしてはやっぱり直道選手がね、いてくれるっていうのはすごく嬉しいですし、やっぱりなんかね、ずっとこのドノウェファミリーってドラゴンズにかなり縁がある選手たち、縁がある方々ですからね、はい、その選手がやっぱり活躍してくれると嬉しいなというところですね。はい、はい、6月24日、木曜日バンテリンドームでの阪神戦でございます。はい、カード最終戦ですね。はい、先発が岡野選手とガンケル選手ですが、結果が0対6で完全に負けました。なかなかね、勝てないね。まあ、今年の阪神は本当に強いですけれども、本当に卒のない攻撃ができてるなっていう印象です。ね、しっかり、ね、犠牲フライで点数を取られるっていうところ、ドラゴンズは、ね、全然取れなかったですけども、そこをね、しっかり取れるっていうのと、あとは送りバントもね、岡野選手が失敗したところをガンケル選手はしっかり成功させて、でそれがチャンスにつながって先制と呼ばれたりとかね、そういったところもありますので、まあ、そういったやっぱり卒のない野球が、ね、今年阪神ができてるかなという印象です。それが中日はできてないから今のところ勝ててないっていうところが顕著ですね。
であと本当にビシェード選手が打てない試合は勝てないっていうのがなかなか今のちょっと難点ですね。あのビシェード選手は本当に頑張ってくれてると思います、まあ、ちょっと打率がねまだ3割切ってるのでもうちょっと本当は上げてほしいですし得点圏打率もねうんっていうところではあるんだけど、まあうん、これまでの、ね、貢献度を考えると今年はちょっとまだまだですけど、ただまあビシェード頼みになっちゃってるような今の状態にしてるのがダメですし、ね、やっぱりホームランバッターが中日は本当に少ないですから、そこがねもうちょっとトレードで獲得するなり、あとは、ね、外国人選手まだ期間が空いてるので取りに行くなりしてほしいですけどね、うん、そこができないのはちょっと残念ですね、うん、いやもうなんかショックですこの試合はっていう感じでしたね。何もさせてもらえなかったような本当に印象が強くて、最近本当にね去年3位に入ったんですけど今年なかなかね、せっかく交流戦でねちょっと戻ってきたかなと思ったら交流戦開けたら結局ガタガタっていっちゃってっていうところでもあるので、まあ、今年まだね A クラスに行けるとは信じたいので、はい、ちょっとなんか対策を考えてほしいなと思う試合でございました。6月25日金曜日、マツダスタジアムでのカープ戦ですね。はい、先発が柳選手と、玉村選手で、試合は6対3でドラゴンズの勝利。はい、8回にですね、ビシエド選手の、10号スリーランホームランで、勝ち越し、先発の柳選手が7回3失点。はい、まあね、先制されたものの柳選手自身でタイムリーを打つのと、あとは三本選手の、ね、タイムリーで一時は3対1と勝ち越し、同点に追いつかれた8回にビシエド選手が3ランで勝ち越して勝利という展開でございました。はい、いやビシエド選手がちょっと戻ってきたのは良かったかな。はい、このままの調子でね、ぜひぜひ行ってほしいなっていうのと、柳選手もね、前回の登板がちょっと5失点という形で、ちょっとあの柳選手らしくない、投球だったので、この試合はね、ちょっと戻ってきたかなというところですね。はい、このままね、柳選手また復調してきてほしいですし、ビシエド選手もまた打てるようになってくれるといいなというところですね。はい。はい、ということで6月26日土曜日、マツダスタジアムでのカープ戦2戦目ですね。はい、先発が小笠原選手と大道選手でいいのかな。はい、で、始まって結果が11対5で完敗ですね。はい、大敗でしたけれども、まあ先発の小笠原選手が4回6失点でマウンドを降りるというちょっとね、残念な展開になってしまいましたけれども、投手陣が完全に打ち込まれて11失点ということで、今季ワースト。はい、ちょっと打たれすぎですね。まあ小笠原選手はもうちょっと粘れると良かったんですが、3回の3点が余計だったかな。まあ、逆転されてしまったところで止めといてくれればまだ勝ち目はあったのかもしれないんですけど、その後打たれてしまって、リードをさらに広げられてしまったっていうところがちょっと痛かったですね。はい、で中継ぎもこの日はもう完全にみんな打たれてしまって、なかなかちょっと何とも言えない、ドラゴンズファンにとっては嫌な試合になりましたね。はい、6月の27日日曜日、マツダスタジアムでのカープ戦ですね。はい、先発が勝野選手と森下選手で、勝野選手はですね、まあ、よく投げてくれたんじゃないかなと思います。前回もですね、途中までノーノーで来てて、3点取られて、ね、あ、2点かな取られてね、降板するっていうちょっと、ね、不運な形でしたけれども、今回もですね1失点で頑張って投げてたんですけど、結局勝ちをつけてあげることができずというところが、残念でしたね。まあ、あとは、谷本選手がね、なんとか火消しをしてくれたので、まあ、負けなかったのはひとまず収穫といえば収穫なのかもしれないですけど、できれば勝つのに勝ちをつけてあげたかったなっていう試合でしたね。
まあ、相手がね去年の新人王である森下選手っていうところもあってなかなか、ね、今年も調子いいですからね、うん、っていうところはあったんですが、そこをやっぱり打って勝っていかないとやっぱり A クラスには上がっていけないと思うので頑張ってほしいなと思います。はい、ということで来週の予定ですけれども、来週のドラゴンズの予定ですけれども、はい、まず火曜日水曜日が、明治神宮野球場で、横浜 DeNA 戦で、木曜日から日曜日がバンテリンドーム名古屋でヤクルト戦という形ですね。はい、まあ、あのオリンピックの関係で横浜スタジアムでの試合ではなくて明治神宮野球場になっておりますけれどもね。はいはい、まあ、で DeNA はね今阪神三立てして乗ってきてるのでちょっと嫌な相手ですし、ヤクルトは先週ね、1勝2敗で、負け越してる相手なので、はい、なんとかね勝ちを取りに行ってほしいなというふうに思います。はい、というところでですね、また来週もね、ドラゴンズ情報を、皆さんにドラゴンズ戦のね感想をお話しできればいいなと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、というところでですね、まあ、今回は、こんな感じで終わろうかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。